皆さん、こんにちは。1980年代に活躍したジャニーズ事務所の土田和典さん。恵まれたルックスから人気を得て、男組のメンバーにも選ばれました。金ちゃんのどこまでやるのにも出演し、活躍していた土田和典さんでしたが、ある理由から男組のメンバーから外されたと囁かれています。その理由や現在をチェックしていきます。北海道川上郡弟子屈町で生まれた土田和典さんは、中学1年生の2学期に東京都杉並区に引っ越します。杉並区立大宮中学校を卒業した後、1985年3月ジャニー北川さんのスカウトで事務所に入所したそうです。入所から間もなくして男組の結成メンバーに選ばれた土田和典さん。グループではキーボードを担当します。1985年4月からテレビ朝日系金ちゃんのどこまでやるのにレギュラー出演。しかし1ヶ月余りで男組のメンバーから外されてしまったようです。飲酒や女性関係の噂など素行に問題のない彼が解任された理由が見当たりません。そこで調べてみたところ、ウィキペディアに驚くべき記述がありました。男組のメンバーから外された理由は、ジャニー北川社長からの性行為を拒んだからである。また木山翔吾さんが出版した暴露本スマップへの中には、土田和典さんはジャニー北川さんから襲われた際にお腹を蹴って抵抗し、それきりメンバーから外されてしまったという旨の記述がありました。現在大問題になっているジャニー北川さんの性加害報道ですが、実は当時もジャニー北川さんの問題については元ジュニアの手記などが波紋を呼んでいました。しかし当時のメディアでは一切取り上げられず、土田和典さんの件を含めた噂の真相が世に出ることはなかったのです。男組のメンバー岡本健一さんは、中でもジャニー北川さんの旦那様と呼ばれているほど寵愛を受けていたようで、ジャニー北川さんのことをジャニーと呼び捨てにできた数少ないメンバーだったという記述もありました。また他のメンバーは無事に芸能界を駆け上がっていることからも、土田和典さん以外の男組メンバーは全員ジャニー北川さんによる性被害に遭っていたと考えてほとんど間違いないかと思われます。1988年にデビューし一世を風靡していた土田和典さんを抜いた男組ですが、1993年に突然解散しています。解散理由としては、メンバーの高橋和也さんがジャニーズ事務所をクビになったことが原因だと言われており、クビになった理由は薬物疑惑や高橋和也さんの素行不良、メリー北川さんとの不仲など、さまざまな憶測が流れていました。しかし2022年に1年限定で復活した男組、今年2023年5月6日に初ワンマンライブを行った際、岡本健一さんが限定活動への意気込みを語る中で真の男組解散理由を語っていました。この頃レコーディングの仕方もみんなの方向性がバラバラになって、曲もみんな作ってるジャンルが違うみたいになっていった。それをいいから全部やっちゃおうよって3枚組のコンセプトアルバムを5枚目として出して、6枚目の頃はもっとバラバラになっちゃってて知らない曲とかあったりした。曲ができても分かったよやっときなよ、俺はもうその曲やんないとか、バラバラすぎてそれでもまあいいだろうみたいな感じだったんだけど、若いからっていうのもあるんだけど、22とかだったし、活動休止になった原因っていうのはさ、自分たちのせいなんですよねと明かし、方向性も人間性もバラバラだから、あの時に休止してなかったら結構大変な感じになってたかもしれないなって、険悪とかじゃなく本当にダメだった感じなんですよね。この間ライブでも言ったけど、解散するのは事務所のあれでとか大人の事情だとか言われてるっぽいのも聞いたりしてたけど、大人の事情でもないし俺らで自分で決めたこととし、今回解散して続けないのも今年でちゃんと全部終わるっていう、そっから先のことなんて考えてなくて、俺は今年だけでもいいから男組だけでライブ活動させてもらっていいですかってみんなで共有して、終わったらそこで終わるんでって言ってた話だからと率直な思いを口にしていました。途中で俺ら嫌になると本当に嫌になっちゃうから、そうなっちゃう可能性もあるけど今のところうまくいってる。そうやってツアーやってると活動休止した29年間っていうのが
今回のためにやってた風にしか思えなくなってきて、しまいには今回のために男組デビューしたんじゃねみたいな、50になってやるために昔があったのかなって感じもしている。と、活動再開から全国ツアー、さらに新バンド結成にまで発展したことに感慨深げな様子でした。さて、約1ヶ月で男組の結成メンバーから外れた土田和則さんですが、その後は俳優を中心に活動を始めることになります。1985年12月には毎度お騒がせしますにでドラマデビュー、同ドラマで木村和也さんの親友秋野浩平を演じます。さらに1986年7月には夏体験物語に出演した土田和則さん、志村かおりさんを一途に愛する木戸直也を演じました。コンスタントに話題のドラマに出演した土田和則さんでしたが、1987年の後期にジャニーズ事務所を退社したそうです。ジャニーズ事務所を退所した土田和則さんは約1年後新たな芸能事務所に所属します。そして1990年9月 TBS 系スクールウォーズ に出演。土田和則さんはラグビー部の背番号4番藤沢穂役を演じました。彼の順調な活躍をファンが期待する中、スクールウォーズ2の撮影後、土田和則さんは芸能界から引退したそうです。1991年1月に芸能界を引退した土田和則さんですが、2001年7月に劇団花丸大作戦を立ち上げます。そして同劇団の舞台俳優として活動を始めると同時にブログ馬親方つれづれ日記を開設。そのブログで劇団の様子などを配信していたとか。劇団花丸大作戦はリニューアルしながら公演を続けたものの、2008年7月に解散に至りました。その後2009年に土田和則さんは芸能プロダクション株式会社 i ファクター y を設立。自身が所属タレントのマネージメントを手掛けていたようです。しかし2013年には同事務所を解散します。そして関連するブログなども閉鎖しており、正式なアナウンスはないものの芸能界から引退したようです。現在については一切の情報がないため、ネットでは死亡説もちらほらささやかれています。土田和則さんは1969年生まれの53歳であり、まだまだお元気そうですが、動線情報がないため否定はできません。どのような形であれご健在であることを今後知れたらいいですね。いかがでしたか。今回は現在復活して話題になっている男組の幻のメンバー土田和則さんについてご紹介いたしました。デビューわずか1ヶ月で除籍されてしまったものの、いまだに SNS では土田和則さんを思い出すという方がたくさんいらっしゃいます。中には限定復活に土田和則さんがいないことを残念に思っている方もいるようでした。メンバーからコンタクトを取って出演まではいかなくても SNS でその姿を見れたらいいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。励みになりますので高評価もぜひお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。